に、まあ、午前中は亀戸で凱旋して、で、その後、まあ、いろんなところであっちゃこっち行って凱旋して、で、夕方、6時からだっけ？ 6 時から、まあ、江東区の某所で、江東区でね、なんちゅう、江東区の集会みたいな、開いて、江東区の方を招きして、集会みたいな。で、これ言っちゃいけないこととか、いろいろあるみたいなんだけども、まあ、集会をしたと。で、なんだっけな。そんで、会の名前があったの。江東区大集会、みたいなのね、あって。そうそうそう。維新は失礼だって。あ、維新ね。維新はね、あれ、私ね、維新の話はね、よく知らなかったんですよ。あれ、いつやってたのかな？私ね、その維新、なんかその維新の街宣車が、なぜかね、私たちの日本保守党の江東区の、事務所、まあ、門前仲町にあるんですけれども、なぜかその目の前に、真ん前に維新の街宣車を乗り付けて、事務所の真ん前で、なんかよくわかんないけど、がなり立ててたと。凱旋をやってるわけ。事務所の真ん前で。で、私、全然しゃ、全部終わった後で聞いて、え？何それ？って思ったんだけれども、そうなんですよ。で、まあ、それはね、で、ずっと見てても、もう10分経ってもやめず、ずっとやってると。で、なんか、百田さんかなんか行ったのかな？なんかわかんないけども。で、全然やめないと。私ちょっと、だから、ことのテーマがよくわかってないんですけれども。なんでね、わざわざ、私たちの事務所の前、まあ、私たちの事務所は、普通に、駅前商店街の一つにあるわけですよね。駅前商店街のお店が、まあ、テナントが入ってないところを、まあ、お借りして、そこを、まあ、使わせていただいてるんですが、商店街ど真ん中にあるわけ。で、そこでも凱旋って、事務所の目の前って、ちょっと、考えられないですよ。何のためだろうっていう。全然わからない。でも、維新っていうところはね、前もね、私に嫌がらせしてきたんですよ。維新のね、維新の、区議会議員ですね。はい。維新の区議会議員。ある場所で、私がね、ビラ配りしてるときに、その時はね、百田代表が喋ってて、だから、私、他の人が喋ってる時は、私、ビラ配りをすることにして、挨拶とかね。で、その時に、私のところをめがけて、その維新の区議がね、なんちゅう名前か、私覚えてますよ。がやってきて、言いましょうかね。で、その人が、私に、こう言ってきたんですよ。朝の駅での凱旋ね。勝手にやってもらうと困ると。だから、調整しろと。お前んとこ以外の政党は全部調整してるんだと。なんでお前たち勝手にやるんだと。すぐに至急連絡して、これから調整してやれっていうわけですよ。え？調整？と。で、私、カチンと来たわけ。でも、私、大人なんで、そこでね、こう言ったわけですよ。わかりました。伝えます。ありがとうございました。と言って済ませた。だってね、そこにね、私以外のたくさん、まあ、たくさんって数名のね、日本保守党の関係者いるのに、わざわざ、わざわざ、そのおっさんはですよ。
維新の釘、私めがけてやってきて、私は小さいですかね、上から恫喝するわけですよ。困るんですね。これですよ。なんでそういうことするんだろうねっていう。本当ですよ。あ、名前言いましょうか。そういうことね。やってくるんですよ。で、それがね、1回目でしょ。で、私、それをね、こういうことがありましたと。だって、自分の名刺を渡してきて、ここに電話しろやっちゅうか、すぐ電話してこいやって、で、これから調整してやれやっていうふうに言うわけ。迷惑なんですって。他はみんな調整してます。で、言うから。で、私も事務局にね、事務方に、はい。会費と、来て、こういうこと言われま、今こういうこと言われました、って言って、はい。で、まあ、それについてはね、まあ、私は表立って調整するようなもんでもないですからね、はい。で、まあ、その対応は事務方に、私は報告だけして、事務方にお任せしたと。で、それで昨日のね、わざわざ私たちの事務所前に街宣車に乗りつけて、嫌がらせですか、ということですよね。はあ、なんでそういうことするんですかね。ちょっとわからん。私たち以外のところにもそういうことやってんのか、私に対してだけやってるのか。ならば、なんでそういうことをやるのか。そういうことはね、許されているのか。それは公正な選挙活動は、なんていうんですかね、政治活動と言えるのでしょうかと。なんかね、やたらにね、なんかお前たちのことを妨害してやるみたいなことね、言ってくる人たちいますけどね。言って、昨日もなんかいろいろね、来てたけどもね。まあ、維新というところも、そういう人、中の一つということでいいんでしょうね。まあ、そういうことは、ありますよ。そう。で、まあ、江東区大集会、私はその現場にはいなくて、後から聞いて、なんだそれと。後からそう聞いて、まあ、全然、なんなんだろうにゃっていう。で、そのね、前私にこの、ぐー言ってきた、その維新の釘のことを思い出して、維新っていうのはね、そのなんか必要に、わしの、いや、他にもね、あるんですよ。なんかこう、な喧嘩売っていくみたいな人たち。他もいますよ。他にもありましたよ。言いましょうかっていう話ですよ。いろいろあるんですよね。で、まあ、そんなことがあって、で、まあ、江東区大集会。江東区大集会は、だから、だから私をはじめとする、まあ、日本保守党が、この、まあ、1ヶ月間にね、江東区でどんな活動してきたかっていうのが、まあ、ご報告する会という、ことだったんですね。それで、100田直樹。で、あれ、ライブ配信してたんでしょ？私知らなかったです、全然。聞いたんですよ。なんか、前にね、配信するんですかって言ったら、有本さんが、とか言ってたから、じゃあ、配信しない完全クローズと思ってたっけ。終わってから、なんか終わってから、途中でね、今、ライブ配信何人見てますとか言って、だって配信しないって言ってたじゃんみたいな感じだった。まあ、そんな感じなんですよ。みたいな。まあ、それで、実は配信されてたの。私知らなかったという感じで。で、まあ、やってて。そう。それで、まあ、最初、百田さんが話して、で、その後で、その中で菅沢さんが、さっき百田さん、菅沢さんかな、菅沢雲一さんっていう、88歳の、もう、長老ですよ。長老。菅沢さんがね、話してくださって、菅沢さんも昨日僕はちゃんと青いの着てね、青いシャツに、青いネクタイに、さらにこう中にね、もう一枚の青いの着てらしたんですよ。ちゃんと青で揃えてきてください。それで言うわけ、ここ、もう俺青が着てきたから、って着替えてきたんですよ。って見る中もこう、ここもうの青、こんな感じで、おしゃれ、青の似合う、日本一青の似合う88歳ですから、菅沢さん。でも、菅沢さん話していただいて、
で、それで、その後、河村共同代表者、河村隆さんに話していただいて、で、まあ、その後、私が、ちょっと話して、はで私は何の話をしたかっていうと、まあ、こんなね、私みたいなもう全然、すぐよそ者ですよ、江東区の方からしたらね。お前、江東区で生まれ育ってないやろと、生まれ育ってないですっていう。ねえ、まあ、東京なんだけどね、東京ではあるけど、江東区ではないですよ。で、私みたいなもう完全のよそ者。どこの馬の骨ともわからんような、私なんぞね、1ヶ月。たった1ヶ月でこんなに応援してくださる方が出てきたと。これはすごいんじゃないかっていう話をしたんですね。だって皆さんって全然知らない、全然どっかから来たわかんない、いきなり来た変な人とか応援しないじゃないですか。誰得みたいな感じじゃないですか。で、にもかかわらず応援してくださる。しかもそこにはね、だから例えば、飯山あかりを応援したら、お金もらえるとか、そういう一個もないわけですよ。だって私持ってないし、何も持ってないし、私は何かをね、補助金とか出せないし、権力ないし、お金もないし、だから何も金銭的には1円の得にもならない。むしろ、だってそうやって応援したりね、昨日の集会来たりとかして、自分大事な時間を使ってるわけじゃないですか。だからむしろ、ちょっと、その応援する方が負担が大きいわけじゃないですか。自分大事な時間使ってるわけだからね。にもかかわらず、1ヶ月でこれだけ多くの方々が私たち応援してくれるようになったのは、これすごいと。で、お金のためじゃない、利権のためでもないと。で、私が例に出したのは、私の前に話してくださったその菅沢さん。菅沢さんは、こういうわけ、私に対してね、とにかく気に入ったから応援するんだと。それだけなんですよ。気に入ったからと。そうですか。ありがとうございます。みたいな。そういう感じ。本当そういう感じです。で、皆さんもね、多分、そういう感じだと思うんですよね。ですからね、そういうふうに、まあ、気に入ったという、まあ江戸っ子のこの気持ちのいい割り切りですよね。そのなんかこれ、自分にとってこう得だからとか損だから、そういう人いっぱいあるでしょ。というか政治家みんなそれで動いてるんじゃないですか。某党とかね。某党とかほとんど全部の党がそうでしょ。みんなこっちにつく方が得か。小池に今ね、恩を振っといたら得かとかね。あるいは、まあ自民党はそういうふうになってるわけでしょ。あるいはそう、国民民主党っていうのはね。自民党が音だけを押すなら、やるなーって。でも、自民党が音だけやりませんって言ったら、やっぱりやるーって書いて、こんなんなんかもう、主義主張も理念も、ね、一二クロもないでしょ。どっちが得かと。俺もどっちもこっちに乗ったら今得かね。でも、あの子と一緒にグループ行くの嫌だから、あの子が行くなら、こっち行こう。何抜けんのじゃあ一緒にやるみたいな、こんな感じですよ、皆さん。ダッサダッサ、何です、超ダサいんですけど、あんたたちって話じゃないですか。私もこうでもね、いい大人がですよ。しかも、こんなスーツ着て、高そうなスーツ着て、ネクタイ締めてね、衆議院議員ですとか、あとあるいは何、国政政党の、党首ですとか。見た目だけね、バリッとしてて、やってること幼稚園児ですよ。自民党がやめたー、やるやる、一緒にやるやる、こっちの方がどこか、あっちの方がどこか、これですよ、皆さん。こんなかっちょ、気持ち、だからね、私のこういうものに対するその気持ち悪いという感覚、これを菅沢さんをはじめとする、まあ、多くは分かんないけど、少なからぬ江東区民の方、私のこの感覚、うわ、なんだぜ、気持ち悪い。お前らは理念ないのかと。一歩筋通ったものの考えっていうのは、あんた自分の信じるものとかね、主義主張とか、ない、一個もないの。何、全部得か損かで動くの。なんや、その生き方っていう話じゃないですか。で、そういう方がね、いるんですよ。
まあ、これね、チャットにいらっしゃる方もね、だって私のことを応援したって別に一円の得にもならないけど、まあ、私が言ってることはね、そうだそうだと思うからね、こうチャットいらっしゃったりするわけじゃないですか。で、だから、ね、それ政治に関しても一緒で、で江東区の、ね、今回のことも、今回の例の件もそうで、でそれはね、自民党にせよ、国民民主党にせよ、そういう方が、ね、いっぱいいらっしゃるわけですよ。はい、なんかね、まあだからね、そういうね、そういう、なんかその自分損か得か、それだけで動いて、自分にとって金になるかならないか、利益になるかならないか、それだけでね、しかも自分中心じゃないですか、結局ね。自分とか自分の党のことしか考えて、誰が国民のためのこと考えてるんですか、誰も考えてる。え、何、国民民主党考えてないですよ、国のため。なんかたまにね、あの党首って人ね、なんか その真っ当なこと言ってるような時もありますけどね、いや、実際やってることなんですか。え、自民党がやるなら、やるの。え、やめるの自民党。え、やめるの。やっぱやるってこれですよ。国のためじゃないでしょ、明らかに。国のためだったら、一貫してるでしょ、思った。って話なわけですよ。まあまあですからね、まあこういうふうに、まあその政治っていうものをね、自分の金、利益、どっちについたら自分が得するかと、こういう道具に政治というものに使ってるわけですよ、みんなね。で、何ですか、私昨日びっくりしたのは、立憲民主党は、古い政治と決別するとか言ってんでしょ。いや、あんた、それわしらのセリフでしょ。立憲民主党。あとしかも共産党と一緒なんでしょ。民主党、共産党。あんたたちこそ、古い政治じゃないですか。いや、あんたたち自身が、古い政治そのものじゃないですかって話だよ。それなのに、古い政治と決別。あんた本当にそう思ってんだったら立憲民主党出た方がいいよ。だって立憲民主党古い政治そのままじゃん。しかも共産党と一緒なんでしょ。これは単に古いだけじゃなくて、かなりや共産主義よ。だって単に古いだけじゃなくて、いや、ちょっといいですかね。まあそれで古い政治と決別したことか何言ってんのか、ちょっと意味わかんないっていう話なんですよ。で、まあ、そんな感じでね。で、まあ、菅沢さん、ね、まあ、とにかく、そう、スパンと、こう、スパーンと、こう、竹を割ったような、性格なんで、こう、挨拶をして、話して、よし、前も気に入った、気に入ったら応援する、それだけですよ。はい。でも、そういうね、方がこう、集まってくださって、で、まあ、江東区の人はね、もう、なんて、みんな優しいんだろう。話をしたと。で、その後ね、前本さんが、まあ、みんなをね、みんなというか、その、我々の、主要メンバーを、はい、壇に乗せて、はい、紹介して、で、まあ、その時に、私がね、申し上げたのは、これはね、みんな、家族みたいなもんだと。家族と私の位置づけは一体何なのかよくわか、私から見ると、まあだから、梅原さんがお父さん。で、百田代表は、まあ、お兄さんだと。で、有本さんはお姉さんだと。で、まあ、菅沢さんは、おじいちゃんだ。で、まあ、河村共同代表と広沢さんは、まあ、おじさんだと。ちょっと癖の強いおじさんと優しいおじさんみたいな感じですかね。でもね、ある意味、私のことは、百田さんとちょっと腹違い、種違いの、兄弟だっていうふうにね、よく言われるんですけれども、私ね、ちょっとね、スタイル的にはね、ちょっと河村共同代表に私、もしかしたら近いのかもしれないというのを自分では、感じたり、するところもあります。はい。全く似てないところが、まあ、大部分なんですけども、一部似ておるところはあります。はい。広沢さん。で、まあでも、あと平井さんもね、壇に上がってくださって、平井さんはまあ、
天使、平井天使説って私唱えておる。で、まあ、平井さんのこともありがとうございますと言って。そう。そしたら、なんか、ね、平井さんが、その後平井さんも喋ったの。じゃ平井さんが何を思ったか、急に、なんか、井山かりおでも総理大臣にみたいなこと言い始めて、総理大臣、私は一回の主婦でも、そこら辺の、麻酔中等研究所に、何言ってんだろ、この人みたいな感じで、こう、みたいなと。私は後ろで聞いてて、何を言い出してんだろうっていう感じで、はい。まあ、そんなのびっくりしましたね。はい、でも総理大臣はだって我々のあれの想定によるとまあ我々もそうまあ我々というか私あんまこういう妄想しないから百田直樹の妄想によるとほらそのうちね日本保守党がたくさんなんか議席とかを取ってだんだん与党とかになっていくわけ。そしたらね。総裁選しないといけない。これも自民党で今やってるじゃないですか。今やってないけど、ね、いつもやってるじゃないですか。総裁選とか言ってて。やれ、岸田だとかね。河野だとか言っててね。ね、今度は誰が人気なんですか、今は。誰が人気なんだろう。石破だとかね。いつも人気投票とかね。次の総理にふさわしいとかね。メディアがアンケートすると、いつも必ず石破だって出てくるんだけど、総裁選やると石破出てこないっちゃね。なんか、そういうやつでしょ。で、石破だとか言ってて。前回、総裁選誰がいたんだっけ？高市さんとか。誰がいたんだっけ？岸田でしょ？河野もいたでしょ？で、誰が、ね、野田聖子もいたっけ？野田聖子さんね。もういてね。まあ、そんな人が出てきてね。総裁選とかやるんですけど。いや、じゃあ、じゃあね、その妄想の中で、じゃあ日本保守党が、じゃあ、そういう与党になったとするじゃないですか。そしたら総裁選やんないといけない。じゃあ総裁選は誰がやるのかと。そう当然、代表、百田直樹と、川村さんだって、あれでしょ？なんか声出てきて。総理を目指すと。だって、川村さんはいつもね、自分 の, あのスピーチで必ず、ガチャー、総理を目指す男と言われちょったんじゃいけーみたいな感じでこう言っておるでしょ。だから、いや、もう言われとるちょっと、もうせっかくだから、ね、もう一回ぐらい目指したらどうですかっていう話で、だから、川村さんと百田さんと、こう、対決ですよ、こう。なんかすごい出てきた、また。なんか見たことない、なんか花火みたいに出てきた。で、れれー。そう。まあ、いいんだけど。だから、直樹 VS 高志。じじーん。皆さん、どっちを応援します？どっちがいいですか？これ、どんどんちょっと、これをやめないといけない。これをやめないと。なんだこの効果。どっちがいい？皆さん、どっちがいいですか？百田先生と。百田先生と川村先生引きずってたとか、そうですか。わしがって、私はそんなしゃしゃり出ることはしません。私もどっちを応援しようかなーっていうふうに感じで、いやでももしかしたら、まあ、いや、有本さんも出てくるかもしれないな。だって総裁選2人じゃつまんないでしょ。やっぱ3人くらい。だから、百田、有本、川村。でね、広沢さんはね、そこでね、私も総裁選とかね、出ない。広沢さんが出てこないの。私、昨日もね、広沢さんも喋ってくださいって言ったんだけど、広沢さんが、私はいいんですよって言って、出ないわけでしょ。喋ってくださいよ、ちょっと。出ないんですよ。だから、まあ、総裁選はこの3人だね。百田、有本、河村。そしたら、どうやって総裁選するか分かんないけども、自民党の、ね、総裁選形式に習うと、あれでしょ、自民党が党員が決めてるでしょ、党員とあと党所属の、議員がみんな票を持って、それで決めてるでしょ。そしたら皆さん、ここね、チャットにいる方、党員の方、どれぐらいいるか分かんないですけども、党員は決めるチャンスありますか、皆さん一票持って、誰がいいですか、有本さん。やっぱね、でもね、その3人でやったらね、
リモトさんかな。いやでもほら、リモトさんは、幹事長とかね、そう、あるいは内閣の、そう、官房長官とかね、そっちの方、逆はちょっとだって無理じゃないですか。だから、有本総理で、百田官房長官無理じゃないですか。あ、また出てきた、今日いっぱい出てくる。それちょっと無理でしょ？それはちょっと無理だと思うんですよね。でも逆ならいけると。でも、あと、まあ、34歳から政治をね、やってる、河村さん。これもね、ちょっとかね、やっぱりその34歳から総理を目指してきたわけだから、それをね、支持する声もね、結構ね、ある。百田官房長官もちょっと難しいでございましょう、それは。ちょっと。めっちゃかめちゃかね。なんかめ、皆さん言いたい放題ですけども、ね、でも結構ね、まあ、そうなんですよ。だから皆さんね、ぜひぜひ、それを楽しみに、ね、こうやって楽しいじゃないですか。もういろいろね、妄想すると楽しいでしょ、そういうの。やっぱね、みんなね、これ参加したら楽しいかもって思うと、参加する気になると。説教されて、いや、なんかこれ義務だとか、なんじゃとか言ってて、言われると、いやだ、そんなのめんどくさいってなるけど、なんか楽しそうだからやろうかなと思うと、いきなりね、人間っていうのはそういうものなんです。だから皆さんね、楽しく、いろいろ妄想しながら、やっぱ3人だと誰やるかなみたいな感じでね、考えながら、妄想しながら、楽しく進めてまいりましょう。広沢さんね、この私、広沢さん、大臣やんない何がいいですかって聞いて、総務、なんかいいですかねみたいなことを、言ってました。広沢さんも、やるっちゃえば何でもできると思うんで、なんか面白そうな、やってもらうとね、いいんじゃないかなと思います。ということでね。幼稚園のお遊戯会って、何でもいいじゃん、何でもいいじゃん。ということでね、妄想がね、現実に、いや、皆さん、わかんないです。1%ぐらいありますからね、可能性はね。ゼロってことはないです。何でもほとんどのものに関しては、可能性はゼロっていうのは非常に稀なんですよ。大体の場合、ゼロではない。1か2ぐらいはあるんですよ。ですからね、皆さん。私も本日、リバダックってことで、ふざけ T シャツを着て頑張っておりますが、楽しく。バンコクに行った際にはね、ターミナル21に行くと、このバカバカしい T シャツね、子供用が多いんですよ。大人用はね、在庫を切り入れることが多くて、これも多分、ね、子供用です。私、T シャツは全然子供用で行けるタイプなんで、子供用の T シャツを、娘の T シャツを着ております今日は。ということでね、皆さん、本日もありがとうございました。まだフィードバック、よろしくお願いします。本日も、本日も私、もうちょっとだったら出かけます。もうちょっとだったら出かけて、ある場所に行って、で、今日は2時から、出雲の、豊洲のビバホで、凱旋をします。誰が来るか、お楽しみに、ということで、私以外にも来るはずです。いや、でもね、来ないはずの時に来る人たちだから、来るはずの時にね、来ない可能性あるんですよ、これはね。まあ、臨機応変。ということなんでね、皆さん、いらっしゃる方は楽しみにしてください。で、X にも書いてあるけれども、ライブ配信と、三脚立て、これはお控えくださいと、申し訳ないですけど、お控えくださいということで、よろしくお願いします。ということで、本日もありがとうございました。フィードバック、よろしくお願いします。じゃあ、これね、ボンちゃんの足音。ボンちゃん、チャカチャカチャカってね、ボンちゃんの足音。ボンちゃん、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 
ということで皆さん、またねー。